新生、ジュビロ磐田は厳しい船出となった。ホームで迎えた開幕戦で3失点を喫し、敗戦。1万人を超えるサポーターの声援に応えられず、黒星発進となった。今季就任した全日本代表コーチの横内昭信監督、55、は、プレーの強度で上回られ、ストロングを出させてしまった。自身の J 初采配を飾ることはできなかった、敗戦の中でルーキーが光となった。今季、高校2年生ながら U18 から飛び級でトップに昇格した FW 後藤圭介、17、が、後半19分にリーグ戦デビュー。同44分には、左クロスから右足でネットを揺らした、17歳260日でマークした初得点。FW 高原直弘、43、の持つクラブ最年少得点記録、18歳290日を更新すると、同ロスタイムにも頭で2点目を奪った。チームが敗れ、喜びと悔しさが半々、と会心の笑みとはいかなかったが、反撃の中心を担った、次節はアウェーで山口と対戦する。新指揮官は、もっとボールを握りたい。そこにはミスも出るが、恐れず前半からやりたい。後藤も、まだ始まったばかり。課題を修正して勝ち点を積み上げていきたい、と顔を上げた、前田和也。